おはようございます。純也です。朝の短い時間だけですが、日が当たるところがあるので、こんな感じで植物を置いています。これ、コズミコプランツさんで買ってきたケラリアピグマヤ。真ん中あたり、つぼみついてますね。もうそろそろ花が咲きそうな、そんなような感じです。オス株かメス株かはまだわかんないですが、メス株だといいなぁなんて思っています。開墾愛好会のリトマンさんのブースで買ってきたケラリアピグマヤの種、5粒まいたのですが、もうすでに4粒発芽してます。6月2日の夜に種をまいて、今が6月5日の午前なので、もう実質2日ぐらいで 4粒発芽してます。でしかもですね、そのうち1粒は6月3日の夜の時点で発芽が確認できていたので、もう1日で発芽していた種もあったってことですね。めちゃめちゃ成長が早いということで、発芽した4粒は担当上に切り替えます。それでは発芽したケラリアピグマヤ、これを担当上していきます。といってもこれといって何か、なんと言えばいいのかな、目新しいことをやるというわけでもなく、淡々にこの発芽した種を鉢に植え替えていくだけなので、これといって面白くも何ともないです。で、1点注意することはですね、リトマンさんも何度となくおっしゃられていたんですが、どうもケラリアピグマヤって根をいじられるのがあまり好きではないそうなので、その辺は慎重に植え替えていこうかといったところです。まず1つ目、もうめっちゃ立派な根が生えてます。であまり根をいじらないように、こんな感じで植え替えていきます。これかな、一番最初に発芽したのは。もうすごい長い根が生えてます。はい、ということで4つ発芽したケラリアピグマヤの種を担当上にしておきました。で、水をあまり枯らさずに比較的水やり多めで、光ガンガン当てて成長させていくという感じです。で、残り1つまだ発芽してない種があるんですが、これよく見ると真ん中がぷっくりしてるので、これも発芽するんじゃないかななんて思うので、もう少しこのまま置いておきます。ということで、ケラリアピグマヤの発芽した種の担当植えの動画でした。いやー、めっちゃ暑いな。ということで、月の初めの出先作業に行ってきます。で、いつもの田畑で、いつもの田畑駅でシークレットトイ自販機もやってくる感じです。でですね、先月なんてシリーズだったっけかな、猫ブリッジ、そう、猫ブリッジとケンエレファントが作った山崎のミニチュア、それのシリーズがめっちゃ良かったので、今回もそのシリーズ一つずつ買ってこようかと思って、今から出先作業に行ってきます。渋谷2丁目17地区プロジェクト開発現場の定点観測。ここに来てちょっと停滞しているような気がするな。高さを進めていくんじゃなくて、中身を構築しているのかもしれないです。といった感じの渋谷2丁目17地区プロジェクト定点観測でした。で、渋谷2丁目17地区プロジェクトの建設現場のフェンス、そこにアートが書かれているんですが、なんか変わりましたね、アートが。
こんな感じ。なるほど、渋谷2丁目アートプロジェクトっていうやつなんですね。前期が5月30日から8月まで、後期が9月から11月までという感じで、前期で4アーティスト、後期で4アーティストっていう感じで、渋谷2丁目17地区プロジェクトのフェンスにアートが描かれていますっていう感じです。あ、なんかサイトもあるんですね。 QR コード、田端駅到着。この電車は上野秋葉原、さてさて、シークレットトイ自販機、先月から何か変わってるかと思うんですけど、今日買おうと思っていた猫ブリッジと、あと山崎のケンエルのやつ残ってるといいな。ってことで到着。山崎のやつなくなっちゃったな。なんか代わりに何か買おうかな。気になるのはないです。ということでこれかな、猫ブリッジ、この少し大きいってやつを狙ってるんですけど、出るでしょうか。ということで今回は一つだけ買って家に戻って開封します。そして今月のタバッタ、次回で最終回ってなってたんだけど、あ、変わってないな、先月同様、次回完結のままですね。田端駅の田端になるまでその12、そして次回が完結。おお、日差し強い、めっちゃ暑いです。ということで出先作業をやってきます。暑っ、やっぱ長袖で出てきたのは失敗だったな。あ、っていうかそう、長袖で出てきちゃったんですけど暑くて失敗。ということで早めに出先作業が終わったんで戻ります。いや本当暑いな。それではタバッタ、また来月。お疲れ様です。午後7時半を過ぎてそろそろ仕事が終わりということで、今日のお酒、これはカルディのシチリアンレモンサワーです。結構大好きなお酒の一つで、これ最近なのかちょっと分かんないけどパッケージデザインが変わりましたね。前は白だったんですけども、今回というか新しくなって青い感じになりました。ちょっと夏向きっていう感じでしょうかね。これを開けていきます。それではカルディのシチリアンレモンサワーいただきます。パッケージデザインは変わったけど味は変わらずです。さっぱりとした美味しい味わいで、これこれ田端駅のホームで買ってきたシークレット自販機、これがですねこの猫プリッジってやつです。もう一つ先月この山崎のシークレットトイ、ケンエレセのシークレットトイを買って出たのがこのダブルソフト、かなり再現性の高い、ミニチュアトイで、今月も1個買ってこのミニスナックゴールドを出したかったんですけれどもなくなっちゃっていたので、ミニスナックゴールド出せず、山崎このダブルソフトのみっていう感じになっちゃいました。今回は猫ブリッジ一つだけです、買ってきたのは。ということで早速開けていきましょう。あ、ちなみに先月出たのがこれホワイトってやつですね。さあさあ今回は何が出るでしょうか。それではいざオープン。じゃーん、まだわかんない、何が出てるのかはまだわかんないです。この段階ではまだわかりません。どっから開ければいいんだ、開ければいいでしょうか。わからないように開けていきます。
今回出たのは、おお、あー出た出た、あやった、ちょっと欲しかったやつ出ましたよ、欲しかったやつが出ました。今回出たのはこれですね。これはですね、この少し大きいミケってやつですね。ちょっと大きさ比べてみましょうか。こう比べるとミケの大きさがちょっと際立ってるって感じでしょうかね。でこのマット、このマットの上に乗せるという感じですね。ということで今回出たのは猫ブリッジの少し大きいやつのミケでした、うん、表情的にはちょっと苦しがってる感じですね。ホワイトだと若干表情が分かりにくかったんですけども、ミケ猫になってこの8割の部分が色としてつくので若干表情が分かりますね。若干苦しそうという感じで、今回猫ブリッジ出たのはミケでした。ということで、ということでってわけでもないか、シチリアンレモンサワーうまい。といったところで今日の Vlog はこの辺で終了です。今日も Vlog を見ていただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントなんかいただけるとありがたいです。ではでは。ではでは。